メンタルエステスクールホリスティック手相講師の浅野と申します。今日は皆さんに簡単に手相のワンポイントをお伝えしたいと思います。よろしくお願いいたします。前回は手の大きさ、手の大きい人の性格はどんなだったかなっていうお話をしたんですけれども、今日は手の小さい方ですね。体に比べて意外と手が小さいっていう方もいらっしゃるかと思うんですけれども、こういう方って実はとっても大胆で、平気でなんかみんなが驚くことができちゃうような人だったりします。思い切りがよくって、楽天的でマイペースなタイプと言えます。今日はここまでです。